ボルボが2030年までに販売車を全て EV にするという計画を発表していたんですけども撤回しましたよ。 トヨタをね悪者に仕立て上げてねガソリン車作るのはね人類の敵だみたいに世界中がトヨタをバッシングしましたよね EV こそが人類を救うとか地球を救うとか言ってきたわけじゃないですかヨーロッパでもアメリカでもガソリン車はねいつ以降は新車販売ダメよとかなんとか言って各社 EV しか作りませんとか言ってハイブリッドも含めてガソリン車を全部ね あの作らないといとう方針を立てててそれが正義だってやっやたわけですねこれ基本的にトヨタ潰しですからね結局モーターで走る電気自動車って昔からあるわけですよ。ガソリン車が発明される前は世界中ほとんどの車が電気自動車だったわけですからニューヨークなんて走ってる車全部電気自動車だったんですモーターで車を動かすなんて簡単なんですよ。 それに対してガソリンエンジンっていうのはかなり高度なもので非常に使い勝手のいい効率のいいものなんですでガソリンエンジンができたらあら全部置き換っちゃったしないモーターで走る車はニューヨークから消えたわけですよそして今ねまたモーターで走る電気自動車作ろうって言ってそれが EV なわけでしょそれがでも環境には悪いし とにかく経済性が低いし持ってるだけ負の遺産だしせめて環境にいいとかあればいいのにそもそも環境に悪いわけだからこれまで私が散々言ってきたことだったからな,なのでねもう繰り返しません今日ここでは繰り返しませんんですけどももう何の魅力もないわけですよでやっぱりトヨタが正しかったんですね今のところ最適解と言えるのは <laughs> トヨタが作ったハイブリッドですよ走り始めは一番燃料食うからそこだけ電気にやらせるわけですね走走っっててる間に充電電した電気でもって走り始めを するそしたらもう動き始めたらそこから先はガソリンが本領発揮するわけですよそこから先ガソリンが走るまた信号で止まったら次の走り始めは電気にやらせるこれの繰り返しこれがハイブリッドですね電気の得意なところとガソリン車の得意なところをミックスしたわけですねこれが今のところ最適解なわけですボルボも行きがってもう全部 EV にしますとか言ってでやっぱ撤回ですよだってランボルギーニーも数年先以降は EV しか作らないって発表しましたけどもう値を上げたのかなランボルギーニはランボルギーニの魅力って電気自動車で出るんでしょうかそんなランボルギーニ乗りたいんですかねあれガソリンエンジンでブシューって行くのがいいんじゃないんですかいやランボルギーニ EV とかか欲しいそそもそも 欲ししくなないいいよね <laughs> らないででょそれでボルボやめたんだってふーんほじほじって感じですけどいやもう EV で突き進んで壊滅してほしかったけどね最後ぺんぺん草も残るねトヨタだけ残りましたみたいになりますよ本当に有言実行してほしいですわそれこそ下の根も乾かないうちに EV やめますとかやめるなよってあんたら EV だけやってね破滅しろと思ってましたけどなんだ気づいちゃったんだ EV に未来がないってこと気づいちゃったんだ <laughs> 気づいてるんだけど気づいてないふりをしてるのは中国だけですねだってアメリカだってもう EV 終わってますしヨーロッパも EV 誰も買えませんよ中国人が一番早く EV に幻滅しましたからね金持ちは EV 打ち捨てて飛行機で帰ったんですからというわけでついにボルボも気づいちゃったらしいですよ EV じゃないっていうことにねだから EV は「ポケモンだけにしてくれ」っていうんです武田つにあすチャンネルの「切り抜きチャンネル」をご視聴くださいまして誠にありがとうございました 動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いしますえ本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時日々の新聞から話題のニュースを取り上げ分かりやすく解説する番組をライブにて配信していますよろしければ生放送も見に来てくださいね